はい、こんにちは、もかくです。先日ね、室内での GoPro9 のカラープロファイルのこう比較動画を作ってみたんですけれども、まあ正直ね、なかなか思うような結果にならなかったんだけれども、ただね、思ったことは室内撮影はね、やっぱフラットがいいなというのが自分の中の結論で、実はね、今も屋外なんですけれども、今フラットを使って撮影してみます。やっぱりね、 GoPro カラーはかなり色がビビッドに出て、肌色がねだいぶ赤くなっちゃうんだけど、フラットで撮影すると、まあ、自然な感じで、後編集で色をこうつけたり調整するっていうのは GoPro はかなり難しいっていう印象で、まあ、少なくとも僕はね、なかなかうまく扱えないんですけれども、このフラットだとね、まあ、簡単に、まあ、サチュレーションだとか露出をいじるぐらいで、まあ、結構ねナチュラルな色合いになってくれるかなと思っています。で、ね、今後はちょっと屋内のみならず屋外でもこのちょっとフラットっていうのを試していきたいなと思います。やっぱりね、GoPro カラーと比べると空の青さっていうのはだいぶ抑え気味になるんだけれども、青だけじゃなくてね、赤も結構抑えてくれるというか、GoPro カラー使ってるとね、赤色とかオレンジ色とかがものすごくこう、なんだろう、サーチュレーションが効いてるというか、不自然に映る時があったんだけれども、フラットだとね、多分その辺もだいぶ抑え気味になるんじゃないのかなと期待しています。はい、こんにちは、おもかげです。今日もね、GoPro Hero 9使ってますけれども、先日公開した動画の中で、室内におけるこうベストなセッティングは何だろうかみたいな、検証してみたんですけれども、まあ、自分で作っておきながら言うのもなんですけど、結構まあグダグダな結果になってしまったんですけれども、まあ、ただまあそれでも分かったことっていうのがあって、GoPro 使ってると編集段階でこう色をいじるっていうことは基本的にねやらない方がいいと思うんですよ。先日の素材でも結構試してみたんですけれども、色をね加えようとすると逆になんかこう解像感がなくなったりだとか、ちょっと暗い部分が潰れたりっていう、まあ、必ずこうトレードオフになる部分が出てきて、やっぱりね GoPro は取っ手出しが一番っていう、結論で、まあ、編集段階でやるのはね露出を引き上げるだとか、それぐらいに留めるのがいいんじゃないのかなと思っていて、個人的にはね、やっぱり外は GoPro で中は、フラット、天気が悪い時なんかはカラーは GoPro じゃなくてフラットの方がいいのかななんていうふうにも思ったりしました。まあ、屋外室内っていうので、まあ、プロファイルの分けるのももちろんなんですけれども、天候なんかでね、天気の日、曇りの日、あとはまあ室内みたいな感じで、プロファイルっていうのをね分けるといいんじゃないのかなというふうに思いました。で、今日はね、先日に続いて、まあ、室内撮りに関係する動画なんですけれども、今はね GoPro Hero 9使ってますけれども、僕は普段の YouTube では、ソニーのこの α6400、 ちょっと今隠してますけれども、α6400 を使ってるんですけれどもね、これに関するねちょっと動画を作りたいなと思っています。というのもね、僕がその今この場所で YouTube 室内撮りを始めて、だいたいまあ2ヶ月ぐらいになるんですけれども、ね、正直ね自撮りに納得がいかないというか、別にこうなんかこう映りが悪いとかそういうのを気にしているわけじゃなくて、なんかねうまいこと色が思い通りに乗らないんですね。なんかその、まあ、グレーディングなんていうほど大したことはやってないんですけれども、まあ後編集っていう形で、僕の場合はダヴィンチリゾルブっていう編集ソフトを使っているんですけれども、それでね少しカラーをいじったりしただけでもなんかね解像感が失われたりだとか、ちょっと影になっている部分とかの色目が急に変わったりして、なんかねすごい扱いづらいなっていうのはずっと思っていたんですけれども、それがね、実は 前々回僕が今アゼルバイジャンとアルメニアで戦争を仕掛けているナゴルノカラバフの動画を作った時からですね、設定を変えたことでね劇的に扱いやすくなったんで、ちょっとそれをちょっとお伝えしたいんですけれども、ただねこの元ネタっていうのは僕がこう見つけたわけじゃなくて、海外の YouTube で DSLR シューターっていう、まあ、こう老舗の動画系 YouTuber さんなんですけど、ケレブさんっていう人が運営してますけれども、彼がね
このソニーの最新のね、α7S3 ですか。僕もめちゃくちゃ欲しいですけれども、そのカメラからおそらくソニーっていうのはカラーサイエンスを変えたっていうふうに言われているんですけれども、それ以前のソニーカメラっていうのはちょっと色が扱いづらいと。まあ、彼はね、結構ひどい色目だっていうふうな表現も使ってましたけれども、でそれをね解消するために彼が紹介してくれたプロファイルっていうのが本当にね目から鱗級だったんで、今日はねちょっとそれを紹介しようと思います。ねめちゃくちゃ簡単です。はい、ということでね、まず設定画面に入ってですね、本当にね触るのはね本当少しだけなんですよね。で入るのはこの色ホワイトバランス画像処理1っていうところで、そのピクチャープロファイルですね、ここに入ります。ここでまあ僕はピクチャープロファイル 10PP10 っていうのを使っていますけれども、これ何を使っているのかはもう自由なんですけれども、で重要なのはこのさらに中に入ったところで、このガンマっていうところとカラーモードっていうところなんですね。 PP10 っていうのは HLG っていうこともあって、ガンマは HLG3 で、カラーモードっていうのは、BT2020 っていう、基本的にこうガンマっていうのは、真っ白なところから真っ黒なところにかけての、階調というか、コントラストっていうのを設定する部分で、カラーモードっていうのは、カラースペースですよね。でここでいう BT2020 っていうのは放送向け 4K として作られたカラースペースっていうんですかね、そういうふうな理解をしているんだけれども、なので僕はもうこの辺はこうガンマ HLG3、PP10 を使っていることもあってガンマ HLG3 カラーモード BT2020 っていうのほとんどあまり意識せずにこれを使っていたんですけれども、そのさっき紹介した DSLR のケレブさんによると、これがあんまり良くないと。具体的にどうするのかっていうと、こうガンマをSlog2 にして、カラーモードをこの ITU709 マトリックスっていうのにする。これでソニーのカラーサイエンスっていうのがだいぶ良くなるよっていう風な、話だったんです。本当ねこれだけなんですよ、やることは。であと動画の中ではこのディテールっていうのをレベル7まで下げてましたけれども、これは人それぞれだと思います。でこれにするとね本当に劇的に変わりました。で今からちょっとこの取り比べをしたいと思います。はい、でこれがねガンマが HLG3 でカラーモードが BT2020 の設定です。で注意していただきたいのは、ガンマを HLG3 にしている限りにおいてはですね、 ISO っていうのは100から始められるんですね。でちなみに今の撮影っていうのは ISO200 で撮影していますけれども、実はねこれを S-Log2 に変えることで ISO っていうのは500まで上がってしまうんですね。なので、屋外での撮影等に関してはちょっと気をつけなきゃいけないんですけれども、室内ではねあまり大きな問題にはならないんで、これもねちょっと後々設定を変えた時に見ていただきたいんですけれども、でこれを自分なりにカラー補正したものがこちらになります。次が新しいセッティングの方です。はい、これがね今回から新しく導入しているガンマを S-Log2 にしてカラーモードっていうのを何でしたっけ ITU マトリックスでしたっけ、それに変えたものです。でこれねさっきも言ったんですけれども、ガンマを S-Log2 にしたことで ISO の始まりっていうのが500になります。なのでねちょっと屋外で使う分にはちょっと使いづらいかもしれませんけれども、室内で撮る分にはいいと思います。はい、でどうでしょうか、違いが果たして、どれだけ分かるのかっていうことなんですけれども、はい、でここからね、自分なりにカラー補正したものをご覧になってください。ということで比較いかがだったでしょうか。もともと出てくる絵っていうのが結構ビシッと決まった絵になって、露出をいじったり、
再度ですねサチュレーションっていうのをいじったりしてもその解像感の失いっていうのがなくてですねすごく使いやすいなという印象でした。もっとね詳しくこのモードについて知りたい方は DSLR シューターのチャンネルをぜひ覗いてみてください。やっぱ室内撮影っていうのはやっぱり GoPro よりもやっぱりこういうレンズ交換式の方がいいなっていうのは当たり前のお話なんですけれども、というわけでねソニーユーザーの方で、まあ、僕と同じようにこうなかなかこう特に自撮りなんかであの色の具合っていうのがうまく作れなくて、困ってらした方はですねぜひこの設定ちょっと取り入れてみてください。僕はね少なくとも僕は本当に劇的に良くなりました。はい、ということで今日はこんな感じで、もし気に入っていただけましたらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではおもかげでした。